こと角笛は動物の中空になった角を使った笛で主に合図のために大きな音を出すことを目的とする。例えば自動車の保温がこの性質を受け継いでいる。しかし楽器として考えると旋律を奏でるための指穴などは持っておらず基本的には一つの音向しか出せないなど大きな制約がある。それでも 非常に古くから利用されてきた楽器であることから、神話や民話にしばしば登場し、また、近代以降のファンタジー文学にも様々な力を持つ、角笛が登場したり、現代のコンピュータゲームなどにも何らかのアイテムなどの形で登場することがある。角笛は、ヨーロッパから中東に至る広い地域に見出せる。日本では、角笛はあまり見られない。最も古い現存しているものは、 ヨーロッパで見つかった青銅器時代の金属製のもので他の素材ではすでに朽ちてしまって発見されていない。発見された動物性のもので最古のものはスウェーデンのもので鉄器時代後期にまで下ってしまう。ツインクのように角笛を起源とする楽器も見られ、この角笛の一部は管楽器へと変化していったと考えることもできる。ただし後の管楽器は 大きさが不揃いな動物の角よりも加工しやすい木や丈夫な金属を使ったものへと変化していったとも考えられ、角笛を語源とするホルンやコルネットといった金管楽器はその語源とは無関係な形状へと変化している。ありがとうございます。